ボークレゾンは、フランス、イルド・フランス地域圏、オードセーヌ圏のコミューン。ボークレゾンは、パリの西、ポルト・ド・サンクルーから約7キロメートル、ベルサイユとサンクルーの中間にある。ボークレゾンは、緑の町の名に値する。308ヘクタールの面積のうち22ヘクタールが、自然区域であり、83ヘクタールが、レクリエーション区域である。 30ヘクタール以上が森林と分類され保護されている。標高は132メートルから178メートルの間である。1145年、町の名はラテン語のバッチェ・クライシニスとして記されている。王国の大臣かつサンドニ修道院の上級聖職者という勢族の第一人者である院長、シュジェールの影響を受けた。彼は、 強盗のはびこる土地を修道院の領域として確保しようとし、周りの土地を修道士たちの手で開墾した。彼らは教会と住居を建てた。数々の優遇措置が取られたことから、最初の年に約60人がこの土地に入植した。熱気球の飛行サンドに修道院院長シュジェールが1145年に村を作った。彼は、 自らが記した、でアドミニストラティネスアで持論を展開している。我々は、ボークレソンの街を作りました。我々は、好きで荒地を開墾し、教会や住宅を建てています。この地は確かに強盗の巣のようで2マイル以上荒れ果てて、いました。我々の教会とは、関係がなく、森に近いため強盗や不老者に都合が良かった土地です。なぜ我々が神に仕えるためそこに、 兄弟たちを派遣したのかと問われれば、ドラゴンが最初に生息していた巣穴で、緑の草木やイグサを育てるためなのです。フォーズルポスの森との境界に近いボークレソンでは、1783年9月19日、3頭の動物を乗せた最初の熱気球デモンストレーション飛行が、ベルサイユのパレードの一部として行われ、成功した。参照元、1999年まで、 イヘス、2000年以降 INSEE2010 年1月1日時点で、ボークレゾンは、どの自治体とも、姉妹都市協定を結んでいない。ありがとうございます。